ジェミニウイルス科は植物に感染するウイルスのグループで一本鎖の環状 DNA をゲノムとして持つ。ビリオンは二つの正二重面体がつながった得意な形をしており、双子の意味でジェミニと名付けられた。ビリオンにはエンベロープがなく、カプシドは二重面体の直径が18から20ナノメートル、全体の長さが約30ナノメートルある。 各二重面体に一つの DNA 分子が含まれる。DNA は多くの種では1種類だが、ペゴモウイルス属の多くでは2種類からなり、両方の同時感染が必要である。ゲノム上の遺伝子は数個で、転写の方向は遺伝子により違う。DNA ポリメラーゼ、DNA 修復酵素や転写因子など、基本的な機能に関して宿主に依存している。 DNA は、細胞核内で最近のプラスミドや一部ファージと同じ、ローリングサークル様式で複製される。横ばいや、粉じらみなどの昆虫により媒介される。症状としては、葉脈に沿った、黄藩、体色藩が特徴的である。万葉集で、光憲天皇が、さは乱を抜きて読んだとされる、このさとは次て、下や奥夏ののに我がみなしくさは紅葉ちたりけるという、歌は、 おそらく、ジェミニウイルスによる症状を示しており、植物ウイルスに関する記録としても世界最古と言われる。ありがとうございます。